現代でも謎に包まれている徳川埋蔵金、そんな噂が立つくらいですから、江戸幕府はさぞかし財を溜め込んでいただろうと思いませんか。でも実のところは幕府の財政は結構火の車だったんです。そこで今回は徳川幕府が財政難に陥った原因、そして再建を目指して行われた数々の改革とその結果を詳しく解説します。徳川幕府の財政の仕組み。幕府の収入源というとどんなものが思いつくでしょうか。天下人となった家康ですから、全国から好きなだけお金を集められそうですよね。でも意外にも幕府が年貢を徴収できる対象は直轄地だけだったんです。しかもその直轄地も当初は約235万石程度でした。当時の日本の総石高は約1850万石でしたから、12% ほどしか占めていなかったことになります。とはいえ、徳川家が大地主であることに変わりはありません。領地だけでなく、直轄の金山や銀山、銅山も持っていて、これが第二の収入源になっていたんです。幕府は領地から集めた年貢米を換金し、採掘した金、銀、銅で貨幣を作ることで資金を蓄えていきました。しかも、当時の鉱山はまだまだ資源に溢れていたので、内出の小槌状態でした。特に銀や銅の産出量はずば抜けていて、日本は世界でも一流の産出国だったんです。現在ではちょっと想像しがたいですが、石見銀山や足尾銅山など、確かに有名な鉱山は多くありますよね。直轄地と豊富な鉱物資源があったことで、当初の幕府財政はかなり安定していました。三代目の家光までは貯蓄に困ることもなく、長い江戸時代の中でも最も豊かな時代だったと言われています。財政難の原因。ところが、豊かな時代もずっとは続きません。掘り出せる資源には当然限りがあるからです。現在、ほとんどの鉱山が閉鎖されていることからも、それは明らかですよね。もちろん、資源の枯渇だけが財政難の原因ではありません。ある時は将軍の浪費癖、またある時は大規模な天災や飢饉、そして幕末には諸外国の圧力も影響しました。浪費家の将軍。不名誉ではありますが、浪費家として有名なのが五代将軍の徳川綱吉です。兄である先代の家綱は病気がちで、政治を老中たちに任せっきりにしていたため、将軍の威厳が少し衰えているタイミングでした。綱吉自身も後継ぎとして育てられてこなかったため、とにかく将軍としての威厳を保つことに必死でした。もともと自分に仕えていた数百人もの家臣をそのまま幕府に吸収したり、身なりも豪華に整えます。これでは人件費も生活費も増えてしまいますよね。さらに綱吉はお金がかかる政策ばかり打ち出します。信仰心の高さからお寺の建設や修繕を積極的に行い、生類憐れみの例で動物保護にもかなり費用をかけました。一方で経済が回り、この時代はとても華々しい時代にはなったんですが、財政難も加速したことは言うまでもありません。他にも11代将軍の徳川家成も贅沢な生活を送りました。途中から幕政に興味をなくした家成は大奥に入り浸り、たくさんの側室や子供を抱えたことで有名です。なんと40人以上の側室、50人以上の子供がいたそうです。そりゃ大奥の経費も膨らみますよね。改革でせっかく立て直した財政も、家成の豪遊っぷりでまた傾き始める有様でした。天災、飢饉。江戸の町は気候や住宅事情が相まって火事が起こりやすい土地でした。最もひどかったのは約2日間にわたり町民を襲った明暦の大火です。なんと江戸の6割もが焼失し、死者も10万人以上に上りました。そんな大災害ですから、復興にも莫大な費用がかかります。さらに復興後は火が燃え広がりにくい町づくりが急務になったりと、この大火事は財政圧迫の大きな要因になりました。また日本といえば地震大国、そして火山大国です。江戸時代にも多くの大地震が人々を襲いました。そして追い打ちをかけたのが富士山の大噴火です。たくさんの死者や家屋倒壊を招いただけでなく、火山灰が降り注ぎ田畑もダメにしていました。貴重な収入であるお米が作れないわけですから、これは大打撃です。噴火の被害は甚大かつ広範囲、しかも長期的に続きますから、復興費用も膨らむことは想像に難くありません。
その他にも天候不順、あるいは害虫の大量発生による凶作でお米不足となり大飢饉に見舞われることもありました。予測やコントロールができない自然現象は今も昔も変わらぬ脅威だったんですね。諸外国の圧力。江戸時代のほとんどは鎖国政策が取られましたが、幕末には状況が一変します。1854年の開国前後にはすでに諸外国からの圧力が高まっていました。貿易や人の交流が生まれればその分トラブルも起こってしまうものです。外国人の殺傷事件や戦争が起きた際には賠償金を求められることもありました。国家として軍事力を強化する必要もありますし、とにかく出費がかさんだんです。この頃になると諸藩の大名たちも資金繰りが苦しくなり、幕府の財政はもう破綻寸前でした。財政再建を目指した三大改革。もちろん幕府も指を加えて財政難を見過ごしたわけではありません。健全な財政を再建すべく将軍や老中があれこれ知恵を絞ります。大名に献金を募ったり、通貨に含む金銀銅の量を減らして造幣にかかる経費との差益を大きくしたり、やり方はいろいろありました。中でも三大改革と呼ばれたのが享保、官制、天保の改革です。日本史の授業で習った人も多いのではないでしょうか。ただし三大改革と称されるからといって全て成功に終わったわけではありません。一定の効果を見せたものは最初の享保の改革くらいでした。享保の改革。八代将軍徳川吉宗によって行われた享保の改革では、徹底的に質素倹約が呼びかけられました。もともと倹約家だった吉宗は将軍になる前から紀州藩主として藩の財政を立て直した実績もあったんです。改革でまず目をつけたのも肥大した幕府の支出でした。自ら質素な食事や服装にすることで経費削減を呼びかけます。トップである将軍が倹約するのに家臣たちが背くわけにはいきませんよね。さらにお寺や歴代将軍のお墓が火事の被害を受けた時も再建を許さず徹底的にコストカットしました。そのメスはあの大奥にも入ります。華美に走りつつあった大奥では実に400億円もの運営費がかかっていました。乱れた風紀を引き締めるべく吉宗は大奥内のルールをより厳しくし、女中たちも大量にリストラしたそうです。一方収入面では年貢となるお米の生産量を増やすべく神殿開発にも力を入れました。でも実際にお米が収穫できるようになるまでには時間がかかりますよね。その間何もしないわけにはいきません。そこで吉宗が取った策は諸大名に頭を下げることでした。お財布が苦しいことを正直に伝え、石高1万石につき100石の米を納めるようお願いしたんです。もちろん一方的な徴収では反発を招くので、代わりに参勤交代で江戸に滞在する期間を半分にしました。その結果大名たちも納得し年貢を納めてくれ、幕府の財政は徐々に黒字化していきました。ただこれによって幕府としての威厳は下がり、労働負担が増えた農民からの反発も生むなど一定のデメリットもありました。官制の改革。幕府の財政は享保の改革で一時的に立ち直りを見せましたが、その後立て続けに起こった天災や飢饉で再び財政難に陥りました。そこで老中松平定信が行ったのが官制の改革です。吉宗の孫にあたる定信は祖父と同じように質素倹約を推し進めます。また農民の復興に力を入れたこともこの改革の特徴です。というのも度重なる天災や飢饉でボロボロになった農地を放棄し江戸に流れる農民が多くいたんです。でも米を作ってもらわなければ年貢も増えません。収入増加を狙うためにも幕府は資金を援助し農業への復帰を奨励しました。また定信も大奥にメスを入れ経費を3分の1にまで圧縮します。ただこの時の大奥の反発は結構強かったと言われています。言ってみれば大奥にかかる経費はイコール将軍の生活費。吉宗の時は将軍自ら生活費を切り詰めた形だったため、大奥の女中たちもある程度理解を示しました。でも今回は家臣である老中に指図されるんですから、ちょっと訳が違いますよね。財政自体はなんとか黒字化を達成しましたが、あまりの厳しさに民衆からの反発も強く、
関西の改革は長続きしませんでした。天保の改革、その後も江戸の町を飢饉が襲った上、浪費家の将軍が税を尽くし、幕府財政はまたもや傾きます。対外政策として蝦夷地の直接統治を始めたことも大きな出費になっていました。天保の改革でも倹約令や農民を村へ返す政策が引き継がれます。え、一度やってダメだったのにと思ってしまいますが、もう手札自体があまりなかったのかもしれませんね。ちなみに天保の改革でも大奥の経費削減はうまくいきませんでした。女の園はもはやコストカットの手が届かない聖域となっていました。一方で増収を目指す政策も打ち出されました。諸大名の領地を取り上げ、幕府の直轄地にするお触れでしたが、もちろん大名が黙って従うはずもなく、これは大きな反発を招きました。また物価高騰を抑えるための政策も不発に終わります。それまで市場を独占していた株仲間を解散させれば経済が自由になり価格も安定するだろうという目論みでしたが、逆に市場の混乱を招いてしまったんです。この頃には幕府の威厳が失墜し始めていたこともあり、やることなすことことごとく失敗に終わりました。江戸初期に誇った豊かさはもうそこにはなく、幕府は徐々に終焉に向かうことになったんです。今回は徳川幕府の財政事情について解説しました。将軍の浪費や天災などの不可抗力にも振り回され、幕府の資金繰りはかなりシビアだったことがうかがえますよね。かつては潤沢だった資金もうまく運用できる人がいたら、また歴史は変わっていたかもしれません。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。